寝っ転がれ、寝っ転がれ。ズドーン。はい。はい、どうも、こんにちは。チームおじゃです。ブラックです。ということで、今回はですね、ウィニングレバーアップ2021やっていこうと思うんですが、今回はね、監督紹介していこうかなと思うんですが、今回の監督、めちゃめちゃ火力高いですよ。2021アプリ、最強火力、4トップ。6マリッジ戦術とか見ていこうかなと思うんですけど、4114の監督。キノコ見て。戦術、カウンター6発中央、流動的、リトリート中央、アグレッシブと。ディフェンシブも変わらないですね。サポート距離、オフェンシブもディフェンシブもともに7ですね。なるほど。ディフェンスラインの高さっていうのが、オフェンシブ戦術だと7なんですが、ディフェンシブ戦術で5。コンパクトにする。これがなんと、オフェンシブ戦術だと2です。で、ディフェンシブがまあ3。コンパクトネスの低さ。ここ、ウィニングレベルアプリ2020、2021。19とかもそうかな。コンパクトネスが高い監督。中央にギュッと集まる監督って、まあ、シミオネ監督とかが代表するように、はい、結構守備硬くて、ウィニングイレブンのシリーズでも結構強い。じゃあ、この6マリッチ、かなりコンパクトネス低いですけど、はい、弱いんですかと、ね、思って使ってみたらクソ強かったんで。めっちゃ強いね。2試合ぐらいでね、確かね、10点、以上1試合目が 7-0 で2試合目が 3-0 だったんですけど、前半ギブだったんで、ギブばっかとかそんなんだったんで、ちょっと強いなということで、これなんで強いのかっていうのもね、ちょっと今説明しながらやっていこうかなと思うんですけど、はい、この監督コンパクトネスがまあ低いんですけど、はい、4トップなんですよ。まあ、4枚プラス OMF でね、で攻めて後ろ4枚でプラス DMF で守る。だからね、コンパクトネスどうこうじゃないんですよね。挟み込む守備っていうよりかは、もう超ベタビク。ベタビいて何をやるかっていうと、攻撃より守備のやり方に最初説明になっちゃうんですけど、4トップのうち1枚を下げて守備を、ね、していく。その守備をした後にボールを奪った後で、その選手上がりつつカウンターをしていくっていう監督なんでね。とにかくね、攻撃のシーン見てもらえば分かるんですけど、はい、パスのタクが多いんですよ。テニスローからフェルナンド・トーレス。ジューベルト・シューバーからサラーからクライブ。至るところに人がいる。1枚ウィングで張らせる。今回だと、サラせる。ST にもできるんで、左からデニスローね。まあ、サラは、インサイドレシーバーなんで、まあ、中にウィングにするとちょっと寄ってくるってことで、ST よりね、ウィングにしてるんですけど、ここ ST でも全然いいです。今作、ビルドアップが PSO でもそうなんですけど、はい、まあ、アプリでも、やっぱりちょっと重くて難しいんですよ。相手からボール取った時に、その後でビルドアップしていくっていうのが難しいんですけど、はい、特にこの6マリッチは、4枚前線にいるんで、これうざいね。めちゃめちゃね、事故る。だから相手がビルドアップするところをかっさらったりだとか、いいビルドアップが逆にできなくなっちゃう。ジューベルト・シューバーからターテーのボール。もう弾いたボールでしたが、これをうまく詰めました。これはセカンドボール狙ったんですよね。アンドルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。さらに1点を追加し、2対0としています。アウェー側としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。2-0リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。リラックスしてゲームに求めるんで、こっちはねどうするかっていうと、逆にもうシンプルでベタビーて蹴るんですよ。この4枚のうちの誰かに。コンパクトエースとかがねいらない。なぜなら中盤がいないから。もともと中盤でキュッとするためにコンパクトネスって必要だったなと思うんですけど、もうね最終ラインでベタビーくんだったらこの形でコンパクトネスだっていらねえんだな。そうだよね。4枚のうちのサイドのところはスルーパス持ちとかね、そういうところを置いたりだとかするとより火力が出ますし、いろいろその4枚をカスタマイズ、例えばワンパ持ち全員固めてみるとか。いいね。アグレッシブネスの高い選手を、前にね今作これ一応サブアカなんですけど、いろいろちょっとオンラインやってきて守備あかんくねみたいな。どの監督使ってても守備がしっくり、前作もしっくりきてないというか仕様でしっくりきてないんですけど、大体そうだね、なんか AI がなーって思うんですけど、それだったらこれぐらい割り切ってた方が攻撃全振りね火力が出るし、何より2点とか3点仮に取られたとしてもこの監督だったら十分巻き返せるんで、持ってる人は育ててみて、ただ言うてもねまだ使ったばっかりじゃないかと。ブラックモチがねブルーノジェネシオで、ブルーノジェネシオをメインとして使ってるんで、俺のメインとやってトップどれぐらいやれるの。なるほど、やっていきましょう。それをやっていこうよ。さあ調子いきましょう。どうですどうです。お相手はブルーノジェネシオアイコにゴリゴリおいしいよ。開幕いくか、開幕いくか、なんちゅう会話だよお前開幕いくかって。おいいや惜しい。オッケー、これ大丈夫。ああラッキーボール。チーさあジーベイトチーさらおいちょ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 い。いやここのさクライフとトーレスの関係性めちゃめちゃいいね。ちょっとやられたね。さあこれ何点取れるかだからね。まあただ1点2点じゃねやっぱ取られちゃうんで、失点もそれなりでもしちゃうと思うんで。いらんことするな。なんだ浮かしてる。あーちょっと待て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 。さすがにオッケーナイス。くそこれビルドアップね。ナイスナイスナイス。人めっちゃいるやんこれ。そうだこれがうざい。まあ1枚こういけばクライフとジベルシュバで一応入れ替わってる。あんまり引かないベタ引き取る。オッケーバイボーナイスナイス。さあこれ4枚がのび太くんになってるんでここにいると。でここの関係性ね、すぐこれを作れて落として、回ってナイス。オッケーこれ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 オッケーこれですね。もう簡単、超簡単。しょうもねえ。もうこのゴール前にむちゃむちゃいるんでクソしょうもねえ。ベルカンプ前入れてるのは、まあ、ボールが結構持てて、チャンスメーカーなんで、ちょっと落ちてくるっていう動き。まあ、そういうことやな。オッケーオッケー。さあ、なんて言っていいや、トラップトラッピングナウ。おおおお。いや、まずいまずい。そっちもいいのかい。むっちゃ人多いで、お前これ。はい。やったやったやったいやー人多いなー。これはね止まんねえぞ入りだしたら。いやちょっとおかしいなこれいやーこれ3点差はきついな。こっちはちょっと制裁するしかねえなはーんおー出たはーんはーんはーんそんな声なのかな実際。鳴き声ねイメージでしょいやちょっと待って、えねほうえちょっと待って、嘘だろ今の。寝っ転がれ寝っ転がれ。ズドーン。はいはい、一人の選手が流れを変えた。ちょっと待って、やばいやばいやばい。その選手はノルウェーにいた。ノルウェー産のサーモン美味しいよ。ちょっと待って、ありがとう。おー来んな、そんなにガツガツくまずい。おすごい、なんでこの細かいの。あぶねえ。タッチすればよかった。今めっちゃ細かい攻撃されてたぜ。あぶねえ、何こちっちゃいの、ちっちゃい作り。あぶねえ。気持ちよくなりすぎたわ。日本の匠の崩しみたいな方がいいかな。オッケー。ちょっとあうわやばっ、ちょっと待ってよ。いや何だよこいつ、やばいだろ。とんでもねえ、お前ノルウェー人が来たぜ。仲良さそうビエラと。いや素晴らしい。これよ、めっちゃ早いんだけどこれ。いやビエラもよくね体開いて。てかなんかね裏に抜け出されてボール持たれて追いつけないんだよ。追いつけないなんやそれ、ノルウェー産のサーモン。ちょっと話がくあんまり調子乗んなよ。まずいしくすみたいな。おおなんだお前。いやさすがにうわマジかお前。あぶねえ。相手の人はもうちょっと PS があればあそこのところねまた集計してやってきたりしてやばかったけど。センスねえな。 PS がなかったから今のセンスねよかったわ。おお読んでるんで。おおえナイス皿。まずい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 。やばいやばいやばい。おいちょっと待て。お前お前いや終わったー終わったー。まあホーランドと4トップかけたやつが最強だな。